チャールズ・ロバート・ダーウィンは、イギリスの自然科学者。卓越した、地質学者、生物学者で、種の形成理論を構築し、進化生物学を発表した。すべての生物種が共通の祖先から長い時間をかけて、彼が、自然選択と呼んだプロセスを通して進化したことを、明らかにした。 進化の事実は存命中に科学界と一般大衆に受け入れられた一方で、自然選択の理論が進化の主要な原動力とみなされるようになったのは1930年代であり、自然選択説は現在でも進化生物学の基盤の一つである。また彼の科学的な発見は修正を施されながら、 生物多様性に一貫した理論的説明を与え、現代生物学の基盤を成している。進化論の提唱の功績から今日では、生物学者と一般的にみなされる傾向にあるが、自身は存命中に地質学者を名乗っており、現代の学会でも地質学者であるという認識が確立している。エディンバラ大学で、医学、ケンブリッジ大学で、 キリスト教神学を学んでいる時に自然史への興味を育んだ。5年にわたるビーグル号での公開によってチャールズ・ライエルの聖一説を理論と観察によって支持し著名な地理学者となった。またその公開期によって人気作家としての地位を固めた。ビーグル号公開で集めた野生動物と化石の地理的分布は彼を悩ませ種の変化の調査へと導いた。 そして1838年に自然選択説を思いついた。そのアイディアは、親しい数人の博物学者と議論されたが、より広範な研究に時間をかける必要があると考えた。理論を書き上げようとしていた1858年に、アルフレッド・ラッセル・オレスから、同じアイディアを述べた小論を受け取った。二人の小論は即座に共同発表された。 1859年の著書、種の起源は、自然の多様性の最も有力な科学的説明として、進化の理論を確立した。人間の由来と性に関連した選択、続く、人及び動物の表情についてでは、人類の進化と性選択について論じた。植物に関する研究は一連の書籍として、出版され、最後の研究は、ミミズが、 土壌に与える影響について論じている。ダーウィンの卓越性は認められ、19世紀において王族以外で国葬が取り行われた5人のうちの1人となった。ウェストミンスター寺院でジョン・ハーシェルとアイザック・ニュートンの隣に埋葬されている。2002年 BBC が行った100名の最も偉大な英国人投票で第4位となった。 1809年2月12日にイングランドのシュロップシャー州、シュルーズベリーにて裕福な医師で投資家だった父、ロバート・ダーウィンと母、スザンナ・ダーウィンの間に6人兄弟の5番目の子供として生まれた。父方の祖父は巧妙な医師、博物学者であるエラズマス・ダーウィンであり、母方の祖父は陶芸家、起業家である女債アウェッジウッドである。 祖父同士は、博物学者として、父ロバートと、おじじょさや二世は、実業家として、ダーウィン家とウェッジウッド家は親密であり、両親など数組の婚姻が結ばれ、近しい隕石関係にあった。母スザンナはダーウィンが8歳の時に没しキャロラインら3人の姉が、母親代わりを務めた。ロバートは、思いやり深かったが、妻の死によって、 厳格さを増し、子供たちには厳しく接することもあった。ウェッジウッド家は、ダーウィンの誕生当時はすでに英国国教会を受け入れていたが、両家とも、もともとは主にユニテリアン教会の信徒だった。ダーウィン家は、ホイッグ等の急進的で、リベラルな考え方に同調していた。一族の男性は、密かな自由思想家で、非宗教的だったが、 父ロバートはしきたりに従って子供たちに英国国教会で洗礼を受けさせた。しかしダーウィンは兄弟や母と共にユニテリアンの教会へ通った。7歳のチャールズ・ダーウィン。母が死去する1年前。子供の頃から博物学的趣味を好み、8歳の時には植物、貝殻、鉱物の収集を行っていた。父ロバートは ソフトは異なり博物学に興味はなかったが、園芸が趣味だったため幼少のダーウィンは自分の小さな庭を与えられていた。またソフト同盟の兄エラズマスは科学実験に没頭しており、ダーウィンに手伝わせた。ダーウィンは兄をラズと呼んで仕った。1818 18年からシュルーズベリーの寄宿社交で学んだ後、16歳の時に、 父の医業を助けるため、親元を離れ、エディンバラ大学で医学と地質学を学ぶ。地質学のロバート・ジェームソン教授は、ジェームズ・ハットンの考え方を冷たく批判し、学生のダーウィンはそれを信じた。しかし、血を見ることが苦手で、麻酔が、まだ導入されていない時代の外科手術になじめず、また昆虫採集などを通じて、実体験に即した。 自然界の多様性に魅せられていたことから、アカデミックな内容の退屈な講義に馴染めず、学位を取らずに1827年に大学を去ることになる。この頃、南米の探検旅行に同行した経験がある黒人の解放奴隷ジョン・エド・モンストーンから動物の剥製製作術を学んだ。ダーウィンは彼を非常に感じが良くて知的な人としたった。 これは後に、ビーグル号の航海に参加し、生物標本を作る際に役立った。2学年目には、プリニー協会にところ属し、海生生物の観察などに従事した。ダーウィンは、ロバート・グラントの海洋無脊椎動物の生活観と、解剖学の研究を手伝った。ある日、グラントは、ジャンバティストラマルクの進化思想を称賛した。ダーウィンは驚いたが、 その頃祖父の著作を読み類似した概念を、そしてその考えが、論争的であることを知っていた。大学の博物学の授業は、地質学の化成説と、水性説論争などを含んでいたが退屈だった。また、植物の分類を学び、当時ヨーロッパで最大のコレクションを誇った、エディンバラ大学博物館で研究を手伝った。エディンバラ大学でいい結果を残せず、 父はダーウィンを牧師とするために1827年にケンブリッジ大学クライストカレッジに入学させ、進学や古典、数学を学ばせた。ダーウィンは牧師なら、空いた時間の多くを博物学に費やすことができると考え、父の提案を喜んで受け入れた。しかし、ケンブリッジ大学でも、ハトコ・ウィリアム・ダーウィン・フォックスと共に必修ではなかった。 博物学や昆虫採集に傾倒した。フォックスの紹介で、聖職者、博物学者、ジョン・スティーブンス・ヘンズローと出会い親しい友人、弟子となった。ダーウィンは、学内では、ヘンズローが解説した庭園を二人で、よく散歩していたことで知られていた。後に、ヘンズローとの出会いについて、自分の研究に最も強い影響を与えたと振り返っている。 また同じく聖職者で、地層学者だったアダム・セジ・ウィッグに学び、創女学に並々ならぬ才能を発揮した。同時に、当時のダーウィンは、神学のケニー、ウィリアム・ペイリーの自然神学を読み、デザイン論に納得し信じた。自然哲学の目的は、観察を基盤とした機能的推論によって、法則を理解することだと記述したジョン・ハーシェルの新しい本や、 アレキサンダー・フンボルトの科学的探検旅行の本を読んだ。彼らの燃える熱意に刺激され、熱帯で博物学を学ぶために、卒業の後同輩たちとテネリフェへ旅行する計画を立て、その準備としてアダム・セジュイッグのウェールズでの地層調査に加わった。また、ビーグル号で博物学者としての任務を果たす準備ともなった。この時代には、 音楽や狩猟を趣味としていた。また1年目の1827年夏には、女妻や偽やその娘で、将来の妻になる、エマウェッジウッドとヨーロッパ大陸に旅行し、パリに数週間滞在している。これは最初で最後のヨーロッパ大陸滞在だった。1831年に、中の上の成績で、ケンブリッジ大学を卒業した。多くの科学シアは、 この両大学時代をダーウィンの人生の中でも特に重要な時期だったと見ているが本人は後の回想録で学問的にはケンブリッジ大学も得るものは何もなかったと述べている。ビーグル号の航海1831年にケンブリッジ大学を卒業すると恩師ヘンズローの紹介で同年末にイギリス海軍の測量船ビーグル号に乗船することになった。 父ロバートは、海軍での生活が生職者としての経歴に不利にならないか、またビーグル号のような小型のブリッグ船は、事故や遭難が多かったことで心配し、この航海に難色を示したが、おじ助裁や二世の取りなしで参加を認めた。専人の博物学者は他におり、ロバート・フィッツロイ艦長の会話相手のための、客人としての参加だったため、 海軍の規則にそれほど縛られることはなかった。しかし幾度か艦長と意見の対立があり、後に軍艦の中では艦長に対して通常の範囲で意見表明するのも反乱とみなされかねなかったと述べている。また、航海では長年にわたりひどい船酔いに悩まされ続けた。ビーグル号は1831年12月27日にプリマスを出港した。 南米に向かう途中にカーボベルデに寄港した。ダーウィンはここで火山などを観察し、公開記録の執筆を始めている。その後、南米東岸を南下し、バイヤーを経てリオデジャネイロに立ち寄ると、正式な艦の博物学者だった簡易マコーミックが下船したため、非公式ながらダーウィンがその公認を務めることになった。ビーグル号が、 海岸の測量を行っている間に、内陸へ、長期の調査旅行をたびたび行っている。モンテビデオを経て、出港からおよそ1年後の1832年12月1日には、ティエラデル・フエゴ島に着いた。ビーグル号はこの島から若い男女を連れ帰り、宣教師として教育し連れ帰ってきていたが、ダーウィンは、フエゴ島民と宣教師となった元島民の違いに、ショックを受けた。 笛語島民は地面に穴を掘ったようなところに住み、まるで獣のようだ、と書き記している。東岸の調査を続けながら1834年3月に、フォークランド諸島に立ち寄った時、ヘンズローから、激励と標本の受け取りを知らせる手紙を受け取った。1834年6月に、マゼラン海峡を通過し、7月に、南米西岸のバルパライソに寄港した。 ここでダーウィンは病に倒れ、1月ほど療養した。ガラパゴス諸島のチャタム島に到着したのは1835年9月15日で、あり、10月20日まで滞在した。当時のガラパゴス諸島は、囚人流刑地だった。ダーウィンは、諸島が地質学的にそう古いものとは思えなかったため、最初ゾウガメは海賊たちが、食料代わりに連れてきたものだと考えていたが、 ガラパゴス総督からゾウガメは諸島のあちこちに様々な変種がおり、詳しいものなら違いがすぐにわかるほどだと教えられ、初めてガラパゴス諸島の変種の分布に気づいた。なお、この時、ダーウィンがガラパゴス諸島から持ち帰ったとされるガラパゴスゾウガメ、ハリエットは175歳まで生き、2006年6月22日に心臓発作のため他界している。 一般には、ガラパゴス諸島で、ダーウィン・フィンチの多様性から、進化論のヒントを得たと言われているが、ダーウィンの足跡を研究したフランク・サロエによれば、ダーウィンは、ガラパゴス諸島滞在時には、ゾウガメやイグアナ、マネシツ組により強い興味を示した。しかしまだ種の進化や文化に気がついていなかったので、それは、生物の多様性をそのまま記載する。 博物学的な興味だった。鳥類の標本は、不十分にしか収集しておらず、それらが禁煙な種であるとも考えておらず、どこで採取したかの記録も残していなかった。ガラパゴス総督から、諸島の生物の多様性について、示唆を受けた時にはすでに諸島の調査予定が終わりつつ、あり、ダーウィンはひどく後悔している。鳥類標本については後に研究に際して、 同船仲間のコレクションを参考にせざるを得なかった。また標本中のフィンチ類やマネシツグミ類がそれぞれ禁煙な種であると初めて発見したのは帰国後に標本の整理を請け負った鳥類学者のジョン・グールドだった。1835年12月30日にニュージーランドへ寄港し、1836年1月にはオーストラリアのシドニーへ到着した。 その後、インド洋を横断し、モーリシャス島に寄港した後6月に、ケープタウンへ到着した。ここでは当時ケープタウンに住んでいた天文学者のジョン・ハーシェルを訪ねている。また、ヘンズローからの手紙によって、イギリスでダーウィンの博学的名声が高まっていることを知らされた。セントヘレナ島ではナポレオンの墓所を散策している。8月に、 南米バイヤーに再び立ち寄ったが、天候の不良のため内陸部への再調査は、叶わなかった。カーボベルで、アゾレス諸島を経て1836年10月2日に、ファルマス港に帰着した。航海は、当初3年の予定だったが、ほぼ5年が経過していた。後にダーウィンは、自伝で、この航海で印象に残ったことを3つ書き残している。一つは、 南米沿岸を移動すると生物が少しずつ禁煙と思われる種に置き換えられていく様子に気づいたこと。二つ目は南米で今は生き残っていない大型の哺乳類化石を発見したこと。三つ目はガラパゴス諸島の生物の多くが南米由来と考えざるを得ないほど南米のものに似ていることだった。つまりダーウィンはこの航海を通して南半球各地の動物省や 植物症の違いから種が独立して作られ、それ以来普遍の存在だとは考えられないと感じるようになった。またダーウィンは公開中にライエルの地質学原理を読み、地層がわずかな作用を長い時間累積させて変化するように、動植物にもわずかな変化があり、長い時間によって蓄積されうるのではないか。また、大陸の変化によって、 新しい生息地ができて、生物が、その変化に適応し得るのではないかという思想を抱くに、至った。ダーウィンは、この航海の初めには自分を、博物学の素人と考えており、何かの役に立てるとは思っていなかった。しかし、航海の途中で受け取ったヘンズローの手紙から、ロンドンの博物学者は、自分の標本採集に期待していると知り自身を持った。サロウェは、 ダーウィンがこの航海で得たものは進化の証拠ではなく科学的探求の方法だったと述べている。若き日のダーウィン、航海から帰国後30歳前後とみられる。ダーウィンが帰国した時、ヘンズローが手紙をパンフレットとして博物学者たちに見せていたので科学界ですでに有名人だった。ダーウィンは シュールズベリーの家に帰り家族と再会すると急いで、ケンブリッジへ行き、ヘンズローと会った。ヘンズローは、博物学者がコレクションを利用できるようカタログ作りをアドバイスし、植物の分類を引き受けた。息子が科学者になれると知った父は、息子のために、投資の準備を始めた。ダーウィンは興奮し、コレクションを調査できる専門家を探して、ロンドン中を駆け回った。 特に保管されたままの標本を放置することはできなかった。12月中旬にコレクションを整理し、公開記を書き直すためにケンブリッジに移った。最初の論文は南アメリカ大陸がゆっくりと隆起したと述べており、ライエルの強い指示のもと1837年1月にロンドン地質学会で読み上げた。同日、 哺乳類と鳥類の標本をロンドン動物学会に寄贈した。鳥類学者、ジョン・グールドはすぐに、ダーウィンが、クロツグミ、アトリ、フィンチの混ぜ合わせだと考えていた、ガラパゴスの鳥たちを12種のフィンチ類だと発表した。2月には、ロンドン地理学会の会員に選ばれた。ライエルは、会長演説で、ダーウィンの化石に関するリチャード・オーエンの発見を発表し、 生一説を支持する種の地理的連続性を強調した。1837年3月、仕事をしやすいロンドンに移住し、科学者や、チャールズ・バベッジのような学者の輪に加わった。バベッジのような学者は、その都度の奇跡で生命が創造されたのではなく、むしろ生命を作る、自然法則を神が用意したと考えていた。ロンドンでラーウィンは自由思想家となっていた兄。 エラズマスと共に暮らした。エラズマスはホイッグ島員で作家ハリエット・マティノーと親しい友人だった。マティノーは貧しい人々が食料供給を超えて増えることができないように行われたホイッグ島の給品法改正の基礎となったトマス・マルサスのアイデアを推進した。また、ダーウィンの友人たちが不正確で 社会秩序にとって危険だと言って退りけたグラントの意見にも耳を傾けた。ダーウィンの調査結果を議論するために行われた最初の会合で、グールドは異なる島から集められたガラパゴスマネシツ組が亜種ではなく別の種だったこと、フィンチのグループに味噌サザイが含まれていたことを告げた。ダーウィンはどの標本をどの島から採集したか記録をつけていなかったが、 フィッツロイを含む他の乗組委員のメモから区別することができた。動物学者トーマス・ベルはガラパゴスゾウガメが島の原産であると述べた。3月中旬までにダーウィンはゼマネツ種と原生種の地理的分布の説明のために種が他の種に変わる可能性を考え始めた。7月中旬に始まる B ノートでは変化について新しい考えを記している。彼は ラマルクの一つの系統がより高次な形態へと前進するという考えを捨てた。そして生命を一つの進化樹から分岐する系統だと見なし始めた。一つの動物が他の動物よりも高等だというのは不合理であると考えた。種の変化に関する研究を発展させると同時に研究の泥沼に入り込んでいった。まだ後悔期を書き直しており、 コレクションに関する専門家のレポートの編集も行っていた。ヘンズローの協力でビーグル号公開の動物記録の体調を完成させるための千ポンドの資金援助を政府から引き出した。ダーウィンは南アメリカの地質に関する本を通してライエルの聖一説を支持する気の遠くなるような長い時間が存在したことを認めた。 ビクトリア女王が即位したちょうどその日、1837年6月20日に、公開記を書き終えたが修正のために、まだ出版できなかった。その頃ダーウィンは、体の不調に苦しんでいた。9月20日に、心臓に不快な動機を覚えた。医者は、すべての仕事を切り上げてに、3週間は、田舎で療養するよう進めた。ウェッジウッド家の親戚を訪ねるために、 シュールズベリーを訪ねたが、ウェッジウッド家の人々は後悔の見上げ話を聞きたがり、休む暇を与えなかった。9ヶ月年上のいとこ、エマウェッジウッドは、病床のおばを看護していた。ジョスオジは地面に沈み込んだ萌え殻を刺して、ミミズの働きであることを示唆した。11月に、ロンドン地質学会でこの話を発表したが、これは、土壌の生成に、ミミズが果たす役割を、 実証的に指摘した最初のケースだった。ウィリアム・ヒューウェルは脂質学会の事務局長にダーウィンを推薦した。一度は辞退したが1838年3月に引き受けた。ビーグル号の報告書の執筆と編集に苦しんでいたにもかかわらず、種の変化に関して注目に値する前進をした。プロの博物学者からはもちろん、 習慣にとらわれずに、農民や鳩ハトの育種家などからも実際の経験談を聞く機会を逃さなかった。親戚や使用人、隣人、入職者、元船員仲間などからも情報を引き出した。最初から人類を推論の中に含めており、1838年3月に動物園でオランウータンが初めて公開された時、その子供に似た振る舞いに注目した。 6月まで何日も、遺炎、頭痛、心臓の不調で苦しんだ。残りの人生の間、胃痛、嘔吐、激しい、吹き出物、動機、震えなどの症状でしばしば何もすることができなくなった。この病気の原因は当時何も知られておらず、治癒の試みは成功しなかった。現在、シャーガス病、あるいはいくつかの心の病が示唆されているが、明らかになっていない。 6月末には、スコットランドに、地質調査のために出かけた。平行な、道が、山の中原に3本走っていることで有名な、グレンロイを観察した。後に、これは、海岸線の跡だ、と発表したが、氷河期にせき止められてできた湖の跡だと指摘され、自説を撤回することになった。この出来事は、請求に結論に走ることへの戒めとなった。 体調が完全に回復すると7月にシュールズベリーに戻った。エマ・ダーウィンアネキャロラインとエマの兄ジョサイヤ3世が1838年に結婚するとダーウィンも結婚を意識し始めた。1838年7月に動物の繁殖を書き留めたノートに将来の見通しについて2つの走り書きをした。結婚と結婚しない。利点には次のように書いた。 永遠の繁栄を、年を取ってからの友人、いずれに背負い犬よりまし。欠点については次のように書いた。本のためのお金が減る、恐ろしいほどの時間の無駄。結局ダーウィンは11月にプロポーズし、1839年1月に結婚した。父から今占められていたにもかかわらず、ダーウィンは自分の非宗教的な考えを話した。エマは受け入れたが、 愛情を伝え合う手紙のやり取りで二人の才を共有し合う率直さを褒めると同時に自分のユニテリアンの強い信仰と夫の率直な疑念によって二人が来世で離れ離れにするかもしれないと懸念を打ち明けた。エマは信仰心が熱くいくら追求しても答えが得られないこと、人が知る必要のないことにまで必要以上に科学的探求を 持ち込まないで欲しいとも書いている。ダーウィンは、ロンドンで家を探している間にも病気は続いた。エマは、もうこれ以上悪くならないで、愛子のチャーリー、私が一緒にいて、あなたを看病できるようになるまでと手紙を書き、休暇を取るよう訴えた。結局ガウアー通りに家を見つけ、クリスマスにはその、博物館へ引っ越した。1839年1月24日に、 ダーウィンは、ロンドン王立協会の会員に選出され、5日後の1月29日に、メアの英国国協会で、ユニテリアン式にアレンジされた、結婚式が行われた。式が終わると2人はすぐに、鉄道で、ロンドンへ向かった。12月には、長男ウィリアムが誕生した。考察ノートのスケッチ、生命の木と呼ばれる。1839年には、 ビーグル号公会の記録がフィッツロイ館長の著作と合わせた三巻本の一冊として出版され好評を博した。これは1843年までに全5巻のビーグル号公会の動物学として独立して出版され、その後も解題と改定を繰り返した。続いて1842年からビーグル号公会の地質学全3巻が出版された。 ロンドンで研究を続けている時に、トマス・マルサスの人口論第6版を読んで次のように述べた。1838年11月、つまり私が体系的に研究を始めた15ヶ月後に、私はたまたま人口に関するマルサスを気晴らしに読んでいた。動植物の長く継続的な観察から至るところで続く生存のための努力を理解できた。 そしてその状況下では、好ましい変異は保存され、好ましからぬものは破壊される傾向があることがすぐに、私の心に浮かんだ。この結果、新しい種が形成されるだろう。ここで、そして私は機能する理論を、ついに得た。マルサスは人間の人口は抑制されなければ、逃避数列的に増加し、すぐに、食料供給を超え破局が起きると主張した。 ダーウィンはすぐに、これを、ド・カンドルの植物の、種の構成や、野生生物の間の生存のための努力に応用して、見直し、種の数が、どのようにして大まかには、安定するかを説明する準備ができていた。生物が繁殖のために利用できる資源には、限りがあるので、好ましい変異を持った個体はより生き延び彼らの子孫に、その変異を伝える。 同時に好ましくない変異は失われるだろう。この結果、新種は誕生するだろう。1838年9月28日に、この洞察を書きつけ、くさびのようなものと記述した。弱い構造は押し出され、適応的な構造は、自然の経済の隙間に押し込められる。翌月いっぱいを使って、農民が最も優れた個体を繁殖へ用いるのと、 比較し、マルサス的自然が可能性によって変異を取り上げ、その結果、新たに獲得した構造のあらゆる部分は完全に熟練しており完璧だと述べた。そしてこのアナロジーを自分の理論で最も美しい部分と考えた。ダーウィンは今や自然選択の理論のフレームワークを持っていた。彼の研究は畜産学から 植物の広範な研究まで含んだ。種が固定されていないという証拠の発見、アイディアの細部を洗練するための調査を行った。10年以上、この研究は、ビーグル号公開の科学的なレポートを出版するという主要な仕事の陰で行われていた。1842年の初めに、ライエルに当てて自分の考えを伝え、ライエルは、名優が、 各々の種の始まりを見ることを拒否すると記した。5月には3年の研究を経て、産後礁に関する研究を発表した。それから、ペンシルスケッチと題して、理論を書き始めた。9月には、ロンドンの不衛生と喧騒を避けて、ロンドン近郊のダウン村に引っ越した。1844年1月11日に、ジョセフ・ダルトン・フッカーに、自分の理論を、 殺人を告白するようなものですがと添えて打ち明けた。フッカーは次のように答えた。私の考えでは一連の異なる点の生成と全身的な種の変化があったのかもしれない。私はどのように変化が起こったのかあなたの考えを聞けて嬉しい。こんなに早くこの問題で安心できるとは思わなかった。7月までには早く死んだ時に備えて、 スケッチを230ページのエッセイに拡張し、もしもの時には代わりに出版するようズマに頼んだ。11月には匿名で出版された進化に関する著書、創造の自然史の痕跡が幅広い論争を引き起こした。この本は一般人の種の変化に対する関心を引き起こし、ベストセラーとなった。ダーウィンはその素人のような地質学と動物学の 議論を一周したが、同時に、自身の議論を慎重に見直した。1846年には、地質学に関する3番目の本を完成させた。それから海星無脊椎動物の研究を始めた。学生時代に、ロバート・グラントと共に行ったように、ビーグル号公海で収集した富士壺を解剖し、分類した。美しい構造の観察を楽しみ、 金煙種と構造を比較して試作した。1847年に、フッカーはエッセイを読み、ダーウィンが望んだ重要な感想を書き送ったが、継続的な創造行為へのダーウィンの反対に疑問を停止、まだ賛同しなかった。1851年には、最も可愛がっていた娘の兄が10歳で死去した。8年にわたる、富壺の研究は、理論の発展を助けた。 彼は、相動性から、わずかに異なった体の器官が、新しい環境で必要を満たすように、十分機能することを発見した。またいくつかの族で、オスが、死有動体個体に寄生していることを発見し、二世の進化の中間的な段階を示していることに、気づいた。1848年には、父ロバートが没した、医者として成功した父を、 ダーウィンは生涯敬愛していた。この頃のダーウィン家は、父やおじの残した財産の運用で生計を立てていた。100ポンドで中流の暮らしができた当時に、夫妻は、父とおじから900ポンドの支援を受けていて、晩年には、年8000ポンドの運用益があったと言われる。ダーウィンと同じように医者を目指し挫折した兄エラズマスも、後にダウンに移住し、 父の遺産で優雅なイント遁ン生活を送っていた。1850年には世界公会から帰国したトマス・ハクスリーと知り合っている。1853年に王立協会からロイヤルメダルを受賞し、生物学者としての名声を高めた。1854年に再び種の理論の研究を始め、11月には子孫の特徴の際が、 多様化された自然の経済の位置に適応していることでうまく説明できると気づいた。自然選択説生物の進化は全ての生物は変異を持ち、変異のうちの一部を親から超え伝えられ、その変異の中には生存と繁殖に有利さをもたらすものがあると考えた。そして限られた資源を生物個体同士が争い、 存在し続けるための努力を繰り返すことによって起こる、自然選択によって引き起こされると考えた。獲得形質遺伝の指示と、パンン説の定称遺伝については、パンン説という説を唱えて説明した。これは、ジェミュールという微小な粒子が体内をめぐり、各機関で獲得した情報を蓄え、生殖細胞に集まり、特徴、形質が子に受け継がれ、 この体において各機関に分散することで親の特徴を伝えるという説である。ダーウィンはラマルクと同じように獲得形質の遺伝を支持していたのである。メンデルの遺伝の法則は当時まだ知られていなかった。当時は遺伝物質の融合説が広く知られていたが、ダーウィンはメンデルが行った実験と同じようにスイートピーの交雑実験で形質が 必ずしも融合するわけではないと突き止めていた。しかしフリーミングジェンキンが行った変異は融合するから集団中に維持されないという批判にうまく応えることができず障害ダーウィンを悩ませた。また変異がどのように誕生するのかを説明することもできなかった。ダーウィンは当時の多くの科学者と同じく進化と発生を区別しておらず、 食物や発生中の刺激によって新たな変異が生まれると考えた。この問題は後に突然変異が発見されるまで解決されなかった。ダーウィンに影響を与えた遺伝学者としてはフランスのプロスパー・ルーカスがいる。性選択に対する見解自然選択を万能なものとみなしたウォレスは、クジャクの羽や極楽鳥の長い大葉など、 一見生存の役に立ちそうもない性質にも適応的な意味があるのだろうと考えた。ダーウィンはその可能性を否定もしなかったが多くの生物でメスがパートナー選びの主導権を握っていることに気づいており生存に有利でない性質もメスの神美眼のようなもので発達することがあるのではないかと考えた。そして自然選択説とは別に 性選択説を唱えた。さらに性比や性的二型の問題を初めて科学的に考察する価値があると考えた。特に性比に関しては生物進化の視点から説明できると考え、後に頻度依存選択と呼ばれることになる概念を先取りしていた。しかし、これらの問題は複雑なので、後世に残した方が安全だろうと述べ明確な答えを残さなかった。 新たな種が形成されるメカニズムを種文化と呼んだが、どのようなメカニズムで、それが起きるのかは深く追求しなかった。そのため彼の死後、自然選択だけで、種文化が起きるかどうかで議論が起こった。自然選択説を発表する頃のダーウィン、50歳前後、1856年の初めに、卵と生死が種を海を越えて拡散するために、 海水の中で生き残れるかどうかを調べていた。フッカーはますます種が固定されているという伝統的な見方を疑うようになった。しかし彼らの若い友人トマス・ハクスリーははっきりと進化に反対していた。ライエルは彼らの問題意識とは別にダーウィンの研究に興味を惹かれていた。ライエルが種の始まりに関するアルフレッド・オレスの論文を読んだ時、 ダーウィンの理論との類似に気づき、選手権を確保するために、すぐに発表するよう促した。ダーウィンは、脅威と感じなかったが、促されて短い論文の執筆を開始した。困難な疑問への回答を見つけるたびに、論文は拡張され、計画は、自然選択と名付けられた、巨大な本へと拡大した。ダーウィンは、 ボルネオにいたオレスをはじめ世界中の博物学者から情報と標本を手に入れていた。アメリカの植物学者エーサ・グレイは類似した関心を抱き、ダーウィンはグレイに1857年9月に自然選択の要約を含むアイディアの詳細を書き送った。12月にダーウィンは本が人間の起源について触れているかどうか尋ねるウォレスからの手紙を受け取った。ダーウィンは 偏見に囲まれていますとウォレスが理論を育てることを励まし、私はあなたよりもはるかに先に進んでいますと付け加えた。1858年6月18日に変異が元の方から無限に離れていく傾向についてと題して、自然選択を解説するウォレスからの小論を受け取った時、まだ自然選択は半分しか進んでいなかった。 出花をくじかれたと衝撃を受けたダーウィンは、求められた通り小論をライエルに送り、ライエルには出版するよう頼まれてはいないがウォレスが、望むどんな雑誌にでも発表すると答えるつもりですと、言い添えた。その時ダーウィンの家族は、昇降熱で倒れており、問題に対処する余裕はなかった。結局幼い子供チャールズ・ウォーリングは死に、ダーウィンは取り乱していた。この問題は、 ライエルとフッカーの手に委ねられた。二人は、ダーウィンの記述を第一部と第二部とし、ウォレスの論文を第三部とした三部構成の共同論文として1858年7月1日のロンドン人名学会で代読した。ダーウィンは、息子が死亡したため欠席せざるを得ず、ウォレスは、教会員ではなくかつ、マレー諸島への最終旅行中だった。 この共同発表は、ウォレスの了解を得たものではなかったが、ウォレスを、共著者として重んじると同時に、ウォレスの論文より古いダーウィンの記述を発表する、ことによって、ダーウィンの選手権を確保することとなった。この発表に対する関心は当初ほとんどなかった。8月に、学会誌として印刷され、他の雑誌でも何度か取り上げられたため、手紙とレビューがいくつかあったが、 学会長は翌年の演説で革命的な発見が何もなかったと述べた。ダブリン大学のサミュエル・ホートーン教授は彼らが新しいと考えた全ては誤りだった。正しいのは古い考え方だったと述べた。ダーウィンは13ヶ月間巨大な本の要約に取り組んだ。不健康に苦しんだが科学上の友人たちは彼を励ました。ライエルは ジョンマレー社から出版できるよう手配した。1859年11月22日に発売された種の起源は予想外の人気を博した。初版1250冊以上の申し込みがあった。もっともこれは自然選択説がすぐに受け入れられたからではない。当時、すでに生物の進化に関する著作はいくつも発表されており、受け入れられる素地はあった。 この本は、創造の自然史の痕跡よりも少ない論争と大きな歓迎とともに、国際的な関心を引いた。病気のために、一般的な論争には加わらなかったが、ダーウィンと家族は、熱心に科学的な反応、報道のコメント、レビュー、記事、風刺漫画をチェックし、世界中の同僚と意見を交換した。ダーウィンは人間については、 人類の起源にも光が投げかけられるとしか言わなかったが、最初の批評は、痕跡の猿に由来する人間の心情を真似して書かれたと主張した。初期の好ましい反応の一つである白水の書評は、リチャード・オーエンを通打し、イゴ・オーエンはダーウィンを攻撃する側に加わった。オーエンの反発は、学問的な嫉妬が動機だったとも言われ、私的な交流も途絶えることになった。 ケンブリッジ大学の恩師、セジュウィッグも道徳を破壊するものだとして批判した。ヘンズローも穏やかにこれを退りけた。進化論の構築に協力していたライエルはすぐには態度を明らかにせず、最終的には理論としては素晴らしいと評価したが、やはり道徳的、倫理的に受け入れることはできないと言ってダーウィンを落胆させた。 昆虫期で知られるファーブルも反対者の一人で、ダーウィンとは手紙で意見の交換をしあったが意見の合致には至らなかった。ダーウィンはあまりの反発の激しさにこの理論が受け入れられるのには種の進化と同じだけの時間がかかりそうだと述べた。しかしフッカー、トマス・ヘンリー・ハクスリーなどの支持者の支援を受けて、この学説は次第に社会における認知と影響力を拡大した。 博物学者のベーツやミュラーも支持者に名を連ね進化論を補強する様々な資料を提供した。アメリカではハーバード大学の著名な植物学者だったエーサ・グレーがドイツではエルンスト・ヘッケルが進化論の普及に努めた。英国国教会の反応は様々だった。恩師、セジュウィグとヘンズローはこの考えを知りけたが自由主義的な聖職者は 自然選択を神のデザインの道具と解釈した。牧師、博物学者、チャールズ・キングズレーは、全く立派な有信論の概念とみなした。1860年に出版された7人の英国国教会の自由主義神学者によるエッセイレビューは、創造説を通列に批判していたため、英国国教会の指導部によって、異端と攻撃された。しかし、 この本はダーウィンへの批判の注意をそらすことになった。その中で、ベーデン・パウエルは、奇跡が神の法則を破り、彼らの信念は無神論的だと主張し、同時に、ダーウィン氏の素晴らしい著作は、自然の自己進化の力の壮大な原理を支持すると称賛した。エイーサー・グレイは、目的論についてダーウィンと議論し、彼の有神論的進化と、自然選択は、 自然進学と相反しないというパンフレットは輸入されて配布された。1860年には、オックスフォード大学で、ハクスリー、フッカーラ支持者とウィルバーフォース大司教ら反対者による討論会が行われた。一般に知られるように、大司教が一方的に論破されたわけではなく、双方が勝利したと主張した。聴衆は、立派に弁じた両者に、 盛大な拍手を送った。しかしこの討論は、進化論の知名度を押し上げることになった。1877年、ケンブリッジ大学はダーウィンに名誉博士号を送った。ウォレスが1858年に送った。最初の手紙では、種は、変種と同じ原理で生まれるのではないか。そして地理や、気候の要因が大きいのではないか、というものだった。 しかし同年に再び送られてきた次の手紙では、マルサスの人口論が反映されておりダーウィンの自然選択説に近いものになっていた。しかしこの頃ダーウィンは生態的地位や適応放山にまで考察が及んでいた。翌年出版された種の起源を読んだウォレスは、完璧な仕事で自分は遠く及ばないと述べている。ダーウィンの親しい友人、グレー、フッカー、 ハクスリー、ライエルでさえ様々な流保を表明したが、それでも若い次世代の博物学者たちと共に常に、ダーウィンを支持し続けた。ハクスリーが宗教と科学の分離を主張する一方で、グレート・ライエルは、和解を望んだ。ハクスリーは、教育における聖職者の権威に対して、好戦的に論人を張り、科学を支配する聖職者と、 貴族的なアマチュアの優位を転覆しようと試みた。この試みではオーウェンもハクスリーと同じ側にいたが、オーウェンは誤った人と類人猿の脳の解剖学的際に基づき、ハクスリーを人の類人猿起源を主張したと告発した。もっともハクスリーはちょうどそれを主張していた。2年にわたるハクスリーのキャンペーンは、オーウェンと保守派を追放することに劇的に成功した。 ダーウィンは、自然選択の発見をウォレスに断りなく、共同発表としたことを、手柄の横取りと受け止められることを恐れた。しかしウォレスはむしろその行為に満足し、ダーウィンを安心させた。自然選択以外は、多くの点で意見をことにしていたにもかかわらず、ウォレスとダーウィンの友好的な関係は、生涯続いた。しかし当事者以外でこの行為を誤解した者もおり、 手柄を横取りしたという批判を避けることはできず、この形の批判は現在でも残存している。ダーウィンは後年、生活に困窮していたオレスを助けるため、グラッドストン首相に年金カフを働きかけるなど支援を行っている。主の起源は多くの言語に翻訳された。そして、ハクスリーの講義に群がった様々な分野の次世代の研究者の関心を引きつけ、 彼らの主要な科学のテキストとなった。ダーウィンの理論は、当時の様々な運動に取り入れられ、大衆文化の鍵となった。ダーウィニズムという語は、非常に広範な進化思想を含む用語となった。1863年のライエルの、ジオロジカルエビデンシズ・オブ・ザ・アンチクイティ・オブ・マンは、進化に批判的でダーウィンを落胆させたが、戦死時代への大衆の関心を引いた。 数週間後、ハクスリーの自然における人間の位置は解剖学的に人類は類人猿であることを示した。ヘンリー・ベイツはアマゾン川の博物学者で自然選択の経験的な証拠を提供した。友人たちの活動は1864年11月3日のダーウィンのコプリメダル受賞をもたらした。その日、ハクスリーは科学の純粋さと自由。 宗教的ドグマからの解放を目指す X クラブの最初の会合を開いた。1871年の雑誌に載ったダーウィンを揶揄する風刺が、人生の最後の22年間も病気の度重なる発作に悩まされたが研究を継続した。理論の要約として種の起源を出版したが、しかし巨大な本の論争的な面については十分に述べていなかった。 論争的な面とは、他の動物からの人類の誕生と、人の精神能力、高い社会性の原因についてである。さらにまだ有用ではないが、装飾的な美しさを持つ生物の器官について説明していなかった。娘が病気にかかった時には実験中だった植物や家畜を置いて、一緒に海沿いの保養地へ行き、そこで野生の乱に興味を惹かれた。 これは美しい花が、どのように昆虫をコントロールしたュフンを確実に、するのかについて革新的な研究へとつながった。富士壺と同様に、騒動期間は異なる種で異なる機能を持つ。家に帰るとツタ植物で一杯の部屋で病に伏した。この頃ダーウィンを訪れた客はドイツでダービニスムスを、広げたエルンスト・ヘッケルも含まれた。 ウォレスはますます心霊主義の方向にのめり込んでいったが、それでも強力な支持者のままだった。ダーウィンの巨大な本の最初の部分は大きな二巻本、植物の変異に増大した。そのため人類の進化と性選択に関して記述することができなくなった。彼は自然選択に関する第二のセクションを書いたが、存命中には未発表のままだった。ライエルは 人類の戦死時代について論じ、ハクスリーは解剖学的に人が類人猿であることを示した。1871年にダーウィンは、人の由来と性に関連した選択で、多数の証拠を提示して、人間と動物の精神的、肉体的連続性を示し、人は動物であると論じた。そして、孔雀の羽のような非実用的な動物の特徴を説明する。 性選択を提案し、人の文化進化、性差、身体的、文化的な人種間の特徴を性選択によって説明し、同時に人は一つの種であると強調した。エアズを多用した研究は拡張され、翌1872年には、人と動物の感情の表現を出版した。これは写真を利用した初期の本の一冊で、人間の心理の進化と、 動物行動との連続性を論じた。どちらの本も人気があり、ダーウィンは自分の意見が一般に受け入れられたことに感動し、誰でも衝撃を受けることなく、それについて話していると述べた。そして、ダーウィンはこう結論した。人類とその高貴な特性、困窮している人への同情、人間にとどまらずささやかな生命さえも慈しむ心、神のような知性、 太陽系の運動と法則への理解、あるいはそのようなすべての高尚な力、とともに、人間はその体の中に、いまだつつましい祖先の痕跡を残している。マーガレット・キャメロンによるポートレート富ツボの分類、産後症の形成と文化、鳩の飼育品種の改良、ミミズによる土壌形成の研究などでも、業績を残している。これらの研究それぞれ単独でも、 生物学史上に名声を残すだけの成果を上げているため、進化論の理論的構築がなくても、生物学史上に名を残す著名な生物学者となったであろうとする評価もある。ビーグル号公会の地質学の最初の巻、珊瑚礁の構造と分配では、多様な様式の珊瑚礁の成立要因を考察した陳構説を唱えた。 これは、ダーウィンの死後たびたび掘作試験が行われたが、1952年に核実験に伴う大規模な掘作調査で得られたデータにより、ようやく仮説が正しかったことが確認された。フジツボの分類学研究によるモノグラフは、今日でもフジツボの分類学研究の基本文献となっている。マダガスカルのンカ植物アングレクムセスクイテデールの花に得意に発達した。 長大な巨の形状に着目し、その巨の奥から蜜を吸うる長い興奮を持つ昆虫がいるはずだと予想した。ダーウィンの死後、この巨の長さと同等の27センチメートルの長さの興奮を持つスズメガが発見された。こうした現象を引き起こす進化の様式は今では強進化と呼ばれている。人の由来についても、類人猿で人と近縁の種がアフリカにしか、 生息しないことからアフリカで誕生したと予想した。これもダーウィンの死後にその予想が正しかったことが明らかになっている。息子のフランシス・ダーウィンと共に主にイネ科植物の草吉の養養ヨを用い、高屈性に関する研究を行った。養養ヨの先端で光を感知し、その刺激が下部に伝達されて、 屈曲を引き起こすと結論し、1880年にザ、ザパワーオブムーブメントインプランツと等題した著書を記している。その後、他の研究者らにより、刺激を伝達する物質の研究が行われ、植物ホルモンの一つであるオオキシンの発見へとつながった。ビーグル合交会から帰国して、すぐに発表されたミミズの働きに関する小論は、 当時はミミズにそれほどの力はないと考えられていたため批判を受けたが最後の著作ミミズと土では40年にわたる研究結果がまとめられているこれはややミミズの働きを誇張していると言われるもののミミズと土壌に関する明快な論文という面と現在を研究することによっていかにして過去を知り得るかについての隠された論議という面を持っている 1880年に兄エラズマスが闘病生活の末没すると彼を慕っていたダーウィン一家は悲しみ、頭が良く慈愛に満ちた兄だったと述べた。年を取ったダーウィンは次第に疲れやすくなったが研究を止めることはなかった。特に家に残っていたフランシスと娘たち使用人が研究を手伝った。晩年の楽しみはエマのピアノと小説の朗読で 特に古典よりも流行の小説を好んだ。彼の進化に関する実験と観察は、ツタ植物の運動、食虫植物、植物の自家受粉と竹受粉の影響、同種の花の竹植物の運動能力にまで及んだ。1881年の最後の本では若い頃の関心に立ち戻り、ミミズが土壌形成に果たす役割を論じた。 1882年明けから心臓に痛みを覚えるようになり、体が一層不自由になった。1882年4月19日に、ケント州ダウン村の自宅で死去した。彼は、ダウン村のセントメアリー教会に葬られると考えていたが、同僚たちは科学の優位性を一般の人々に印象づける好期とみなした。フッカー、ハクスリー、 ラボックといった友人たち、王立教会会長、ウィリアム・スポティスウッド、フランシス・ゴルトンらは家族を説得し、報道機関に記事を書き、教会と王室、議会に働きかけた。ダーウィンは、同年4月26日に国葬に付され、ウェストミンスター寺院に埋葬された。妻エマは1896年にダウンで没し、先に亡くなった兄エラズマスと、 同じくダウンの墓地に葬られている。ニューヨークタイムズ紙は、ダーウィンの死去の特集記事で、進化論を発見したのではなく、アリストテレスの時代からあった生物の疑問を科学的に解決したのだと述べた。長男ウィリアムとの写真。ウィリアムの幼児期の観察記録が、後に幼児の電気的記述として発表され、観察という研究法方法の古典として知られている。 ダーウィン家には10人の子供がいた。ダーウィンは熱心な父で子供たちの面倒をよく見たが、そのうち2人は幼くして死亡。かねてより病弱だった長女アニーによく聞くという水治療を受けさせるが治療のかいなく1851年に病に伏せったまま10歳で病死し、夫妻をひどく悲しませた。特に男を妻としていたので、 近親婚の弊害ではないかとひどく恐れ、最後の手段として水治療にすがった自分とその両方に落胆する。彼の息子のうちウィリアムは銀行家、ジョージは天文学者、フランシスは数学者、医者となった。ホリスは土木技師、実業家、そして1896年から1897年までケンブリッジ市長を務めた。 彼らはそれぞれ王立協会の会員も務めた。レオナルドは兄たちと異なる道を選んだ。軍人、政治家で、優勢学者でもあり、またロナルド・フィッシャーの親しい友人となった。ジョージの孫の孫に、映画、ナルニア国物語出演で有名な俳優の、スキャンダー・ケインズがいる。この世を去るまで、夫婦仲も睦まじく、 子供らに対しても父チャールズなりの愛情で海外しく、可愛がられ、育てられ、このうちの一人によると、邪魔くさく感じるくらいに、子供全員を分け隔てなく出来合いしことして、どう対処すればよいのか分からず不死の関係にしばしば、難従していた、子供心には愛情を家族へ熱心に注ぐ父は、風変わりに移ったと回想している。ダーウィンは、当時の多くの人と同じように、 人種平等主義者ではなく、また女性は、能力が劣るとも考えていた。しかし一般的な差別主義を共有してはいなかった。人種間の生物学的な差異は、非常に小さいので、人種を異なる、生物種と考えるべきではないと主張していた。奴隷制度に反対し、ビーグル合勘長のフィッツロイと衝突したのも、奴隷制度に対する意見の相違だった。フィッツロイが、 現在の状態に満足していると答えた。だから彼らは奴隷でいて幸せなのだと言ったのに対し、主人の前でそう言ったのだから、本心かどうかわからないと答えフィッツロイの怒りを買った。ブラジルでは主人による奴隷虐待の場面に遭遇しており、ブラジルを出港するときに奴隷虐待を二度と見ることがないのが嬉しく、この国は二度と訪れないだろうと書き残している。帰国後には、 奴隷解放運動を支援した。また、いわゆる人種を異なる種としてランク付けすることに反対し、非支配国の人々を虐待することに反対した。当時の作家は、自然選択を自由法人主義の弱肉強食の、資本主義、人種差別、戦争、植民地主義と帝国主義など様々なイデオロギーに用いた。しかし、 ダーウィンの自然に対する全体論的な視点は、一つの存在の上に他が依存して存在するであって、ピョートル・クロー・ポトキンのような平和主義、社会主義、自由主義的な社会改革、無政府主義と協力の価値を強調した。ダーウィン自身は、社会政策が単純に自然の中の選択と闘争の概念から導かれてはならないと主張した。 社会ダーウィニズムという用語は1890年頃から使われ出したが、1940年代にリチャード・ホフスタッターがウィリアム・サムナーのような改革や社会主義に反対した自由法人の保守主義を攻撃するために使い出すと、軽蔑的な意味合いを持つようになった。それ以来、彼らが進化から導き出される道徳的結論と考えることに対して用いられる罵倒語となった。 ダーウィンの言葉として、最も強いものがき残るのではなく、最も賢いものがき伸びるのでもない。ただき残ることができるのは、変化できるものである。という言葉が紹介されることがあるが、ダーウィン自身の発言や、種の起源に該当する言葉はなく、経営学者メギンソンの解釈が流布したものである。ダーウィンは、 いとこのフランシス・ゴルトンの1865年の議論に興味を覚えた。ゴルトンは遺伝の統計分析が、道徳や精神的能力は遺伝することを明らかにし、動物の品種改良の原則は人間に応用できると主張した。人間の由来でダーウィンは弱い者が生きて家族を持つことは自然選択の利益を失うことになると指摘したが弱者への援助を控えることは 我々の同情の本能を危険にさらすと警告した。彼は人の共感能力や道徳心も自然選択によって形作られたと考え、現代でも道徳心が薄い人間は成功できないではないかと述べた。またダーウィンにとって教育はより重要だった。ゴルトンが研究を出版し、生まれつき能力がある人の中で禁止婚を推奨したとき、 ダーウィンは実際的な困難を予想して唯一実現可能な人種の改善計画だがまだ無想的だと恐れると述べ単に遺伝の重要性を公表して個人に決定を任せる方を好んだ。ダーウィンの死後1883年にゴルトンはこの考えを優生学と名付け同時に生物測定学を発展させた。自然選択説が メンデル遺伝学によって一時的に失墜していた時、優生学運動は広範囲に広がった。ベルギー、ブラジル、カナダ、スウェーデン、アメリカ合衆国を含むいくつかの国で男子法の強制となった。特にナチの優生学はダーウィンのアイディアの信用を傷つけた。道徳や社会正義に関する概念を記述的に述べることは倫理的な。 である引くべきであるの問題を引き起こす。トマス・マルサスは資源供給を超えた人口増加が破綻をもたらすと主張した。これは1830年代に収容所や自由、法人経済が正当化されるのに用いられた。進化は社会的含みがあるとみなされていた。ハーバート・スペンサーの1851年の本、社会性学は、 人間の自由と個人の解放のアイディアの基盤に、ラマルク的進化の概念を用いた。ダーウィンの進化理論は、説明の問題だった。ダーウィンは、ある動物が、他の動物よりも高等だというのは不合理だと考え、進化は進歩ではなく、目的もないとみなしたが、種の起源の出版のすぐ後から批判者は、生存のための努力というダーウィンの説明を、 イギリス産業の資本主義を、マルサス主義的に正当化するつもりだと言ってあざけった。ダーウィニズムという用語は自由市場の発展に関する、適者生存という概念、エルンスト・ヘッケルの人種差別的な進化観など、他の多くの進化に関する思想に使われた。1880年の肖像写真。晩年まで研究を続け、進化理論だけでなく自然科学の幅広い分野に、 影響を与えた。典型的な手紙間だったダーウィンは生涯で2000人と手紙による意見交換をし、そのうち約200人が聖職者だった。決して生物に対する神学的な見解を否定したわけではなかったが、しかし最も愛した長女アニエリザベスが献身的な介護の介なく死ぬと元来信仰心が薄かったダーウィンは死は神や罪とは関係なく、 自然現象の一つであると確信した。ダーウィンの家庭は英国国教会を受け入れておらず、その上、祖父、唐、兄は自由思想家だったが、ダーウィン自身は聖書の無誤性を疑わなかった。英国国教会系の学校に通い、聖職者になるためにケンブリッジで進学を学んだ。ウィリアム・ペイリーの自然のデザインは神の存在の証明であるという自然進学を、 確信していた。しかしビーグル法公会の間に疑いを持ち始めた。例えばなぜ深海プランクトンは誰もそれらを目にすることがないのに想像されたのか芋虫を麻痺させ、生きたまま子供に食べさせる寄生鉢のような存在が、ペーリーの慈しみ深いデザイン論と一体どのように調和するのか彼はしばらく正当な信仰を持ち続け、道徳の根拠として、 聖書を意味をしたが、旧約聖書が述べる歴史には批判的だった。種の変化を調査している時博物学の友人たちが、そのような考えを、真珠的な社会秩序を蝕む、恐るべき異教で、英国国教会の特権的な地位を批判するための、反国教会主義者か無心論者による、急進的な主張の一種だ、と考えていることを知っていた。 ダーウィンは宗教を民族の生き残り戦略であると書いたが、まだ神が究極的な法則の決定者であると思っていた。しかし1851年の兄の死は失われつつ、あったキリスト教信仰への終わりを意味した。地元の教会の人々と共に教区の仕事を手伝い続けたが、家族が日曜日に教会に通う間は散歩に出かけた。その頃には、 痛みや苦しみを神の直接的な干渉と考えるよりも一般的な自然法則の結果と考える方が良いと思っていた。1870年代に親族に向けて書かれた辞伝では宗教と信仰を通列に批判している。このセクションは辞伝が出版される時にエマと息子のフランシスによって削除された。1958年に 孫娘のラバーローによって出版された新しい版では削除されたすべてのセクションが元通り収められている。1879年に書かれた書簡では自分は最も極端な考えに触れた時であっても神の存在を否定するという意味における無心論ではなく不可知論が私の心を最もよく表すと述べている。晩年のダーウィンの友は 敵対者からの批判に疲れ、信仰と科学の間で揺れるダーウィンの地義春順を改装している。またその当時のダーウィンは、進化論という名称が含む意味合いの一人歩きや、自然選択説を唯物論的に捉えようとする一部の自身の支持者の動きについて非常に嫌悪感を示すようになっている。1915年に出版された、ホープ夫人物語はダーウィンが、 死の床で信仰を取り戻したと主張した。ダーウィンの最後の日々を共に送った娘ヘンリエッタは、そのような人は見舞いに来ていないし会ったこともないと述べた。彼の最後の言葉は妻に向けられた。お前がずっと良い妻だったと覚えていなさい。ダーウィンの生涯を通して、多くの生物種と地名が彼にちなんで名付けられた。アンデス山脈のダーウィンさんは25回目の誕生日を、 祝して名付けられた。ビーグル号が1839年に第3回目の航海でオーストラリア北岸を調査していた時、友人の船乗りジョンロート・ストークスが発見したワンはポート・ダーウィンと名付けられた。その付近に作られたパーマストン入植地は1911年に正式にダーウィンと改名された。ガラパゴス諸島で発見したフィンチ類は1947年の デイビッドラックの著書によって、ダーウィン・フィンチとしてよく知られるようになった。もっともダーウィン・フィンチは、フィンチルよりもアメリカ風近朝か、法ジロに近縁である。1832年に、ダーウィンが、アルゼンチンのティエラデルフェゴで発見した、死の近門のキノコには彼にちなんで、シトリア・ダーウィニーと命名されている。1992年に、 マイケル・ハーストの史上最も影響力があった人物の16位にランクされた。BBC の講演によって行われた2004年のイギリスの調査で最も偉大なイギリス人の4位に選ばれた。2000年にはチャールズ・ディケンズに代わって10ポンド貨幣のモデルとなった。ロンドン王立協会は優れた進化生物学者に1892年以降2年に一度。 ダーウィンメダルを授与する。ロンドン・リンネ学会は1908年以降ダーウィンを売レスメダルを授与している。ダーウィン賞は自身を取り除くことによって我々の遺伝子プールを改善した個人に与えられるユーモアの賞である。ダーウィンの誕生200周年と種の起源出版150周年記念の催しが世界中で行われた。ダーウィン展は アメリカ自然史博物館で開催した後に、ボストン、シカゴ、カナダのトロントで行われ、イギリスでは、ダーウィン200プロジェクトの一環として2008年から2009年にかけて行われた。日本では2008年に、東京、大阪などで行われた。関連書籍も多く出された。ケンブリッジ大学は2009年7月にフェスティバルを開催。 イギリスでは日本土記念硬貨が発行された。2008年9月に英国国教会はあなたを誤解し、最初の我々の反応が誤りだったためにまだ他の人々があなたを誤解していることに対して謝罪する意思を表明した。ダーウィンは植物の学名で命名者を示す場合にチャールズ・ダーウィンを示すのに使われる。ありがとうございます。